はい、こんにちは、竹下敦です。本日はね、こちらの、ある晴れた日にという、楽曲、私が、作詞作曲いたしました。こちらはですね、心を込めて演奏させていただきました。2021年バージョンとしてね、最高の出来だったと自負しております。使用したギターはね、こちらもうすっからお馴染みになりましたが、はい、こちらも、黒沢楽器さんが正規代理店を務めております、オルフェスバレーギターズです。こういうね、というまあすごく軽やかなね、テンポのいい曲です。そしてね、僕と、まあ、今、別居中の、カネ、そしてね、飼っている猫のウリ、そのね、思いを綴った曲でもあります。そして、私の大切な友人への思いも綴った曲であります。やはりね、なかなか作詞に時間がかかったんですが、一旦自分の思いをね、綴ってしまうと、これは欠けてしまうものです。本当にね、ギターを教えてくださった、まずは、師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダさん、本当にありがとうございます。今熱海でね、大変だと思いますが、ありがとうございます。そして、加納治先生、エレキギターをね、まあ、エレキギターというか、ギター全般を教えてくださった加納治先生、そして、ボーカルのトレーニングをね、担当してくださっている、沢井真理子先生、そしてね、黒沢楽器の皆様、本当にありがとうございます。そして、今別居中でありますが、家内、本当にありがとう。君のおかげです。そんなわけでね、今年の、記念日も粛々と過ぎてまいりました。私はね、クリームシチューを、お夕食にいただきまして、私の家内は今日はナスのカレーということでね、とても美味しそうな写真を送っていただきました。8月に入りましたらね、熱海の方に、レアルフォンソ翔太さんのお宅に伺いね、できることであれば何らかのね、熱海市にお手伝いをさせていただきたいんですが、こういった時はね、私たちは何もしないのが一番。そういった自治体はね、すごく優れていて、救援活動にも皆さん当たっていることだと思いますので、ひっそりとお邪魔してね、ひっそりと、帰ってまいりたいと思います。大切なね、レアルフォンスさんのギターをお借りするわけで、黒沢楽器さんにね、全面的にサポートしていただいて、これからもね、活動の方を、行っていきたいと思います。今後とも改めてよろしくお願いいたします。竹下敦史でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。